剣山青尻のクリリンです。間違えた。開封しチャンネルです。じゃじゃーん。3代目のエアドッグではありません。最初に買った2年3ヶ月ぐらい前に買った X5S、 まだ電源入らなかったしまいまして、それでいろいろ教えてもらってリセットボタンとかやってみたんですけどね、やっぱりダメで、修理出したやつが返ってきました。修理は最初ね、ここのパーフェクトガイドのうちの裏にフリーダイヤルの0120-134-568に電話するといろいろ教えてくれて、それでダメで、それでこの下の番号から修理がの受付が来たんですよね。このエアドックの箱と佐川急便の伝票が来て、また入れて送って1週間ぐらいで来たんですけど、なんか送り賃往復込みで16,500円って言われたんですけどね。まあまあな値段ですね。微妙な値段です。うちらは支援金で買ったんで、今これ12万ぐらいしますけど、その時10万6000円のやつが2万1500円ぐらいで買ってるんで、だから1万6000円ぐらいでちょっと微妙だったんですけど、あ、同じパーフェクトぐらいでまた入ってますね。この発泡も最初入ってきて入れて送ったんですけど、この X5S はスリープモードがついてるんですけど、まあ、スリープしてもタイマーついてないからつけっぱなしになっちゃうんですけど、うちは鍼灸マッサージの治療院なんで、最後にお灸するとちょっと匂い残っちゃうからつけっぱなしで行くんですよね。で、朝は電源入れ直そうとしたら全くつかなくなって、それで修理に出したんですけどね、電源の方に裏側に入っちゃってください。ささささ、なんか入るの？入れないで。入るの？入れないで送っちゃった。よいしょ。今ついでにね、ついでに電源入らなかった時のリセットのやり方。あ、でもこうビニールくっついてるんで、ここのね裏を開けるんですよね。で、電源は必ずその辺の電源じゃなくては壁に必ず差し込んで、ここを開けるとこの綺麗になってる。そりゃそうだ。真ん中のこの差し込んでる穴があるんですけど、そこに、あ、ここですか、ね、ここアップの真ん中のここ、ね、ここです、ここ。ここにマイナスドライバーで押しながら電源を押すとつくかもしれないって言われたんですけど、ここね、これね、あ、どうだ、どうだ、こっちはダメでした。そんなんでまた今電源入れてみますんで、スタート。受け止めていいよ。カット。スタート。続きです。コンセントを挿して。こちらは机のコンセントですけど、まあ、本当は壁からなのもいいのかもしれないですけど。戸惑っている親父。よし。よし。じゃあこれでも電源を押したらつくはずなんだけど。はい。つかないでしょ。ちょっとなんかやり方あんじゃないの？リモコンは？リモコンで一応見る？うん。直ってないのもしかして？直ってないの戻ってきたってか。あれつかない？ちょっとどういうこと？少し入れてから時間置いてからやる。説明みたいな。うん、なんか説明書見てないんじゃないですか？一回ストップです。イエーイ。後ろのカバーがちゃんとついてませんでした。私が直したんだ。超的なミスです。バカチンだ。すいません。じゃあスイッチ入れます。もう咲いた旗は跡があるけど、いつも通り、あら、いつも通り緑の電気がついてます。スリープにすると下に緑色の電気ついてね、暗くても安心です。へえ。さっきちょっと急してるんで、うん、まあだんだんファーファー言わねえ。何を言ってくるって、そのうち許さんだって。リモコンで、このリモコン X5S はこのリモコンついてるんで、あ、こっち、はいはい、リモコンね。確か電源のこな4回押して5回目押すとスリープになるはずですけどね。まだ今動かしたかな。
だんだんいくと、ちゃんとはまってないんですから、先生後ろ外れてんだもん。すいません、クリーニング失敗しました、バカチンが。大クリーニング、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。もうちょっとでやっと500人になります。エアドッグ動画、過去動画いっぱいあります。お掃除フィルター動画、フィルターお掃除動画客だめ、もありますんで、さっきの電話番号の写真撮ってもう一回最後に載せておきますね。カバー取って真ん中のね、下の一番フィルター、汚れるフィルターのちょうど真ん中、アップって書いてあるこの下 の, その穴があるんですよね。そこにマイナスドライバーで押しながら電源を打つと復活することもあるらしいんですけど、結局まあうちの方は何で壊れたのか、まだ今説明書見てないですけどね。以上です。補足として、これさっきの電話番号もう一回載せておきますけど、やっぱり電源のとこですね、交換したようですね。中に入った報告書状を見ると「先の製品交換しました、パワーサプライ電源ユニット、そしてトランスフォーマー、フォーマーボード変圧基板、そしてコントロールボード、で DC パワーケーブル、背面カバースイッチ、対策済みってことかな、なんか電源のとこにカバーつけてくれたのかな、なんか青いのやつあったの、出荷前機能検査パスってあります。これですね、ありがとうございました。エアドックトゥーコネクトから会社、まあアメリカのものですけど作ってるのは中国なんでねなんか最近壊れ、よく壊れるっていう話も聞いてたんで、うちも壊れちゃいました。もう一台 X3S はまだ順調に動いてますけど、こっちで X3S なとこです。